アギス四世、ニコラ・アンドレ・モンシアが描いた、アギス四世、パリシリツ・プティ、パレ美術館所蔵。アギス四世は、スパルタ末期の人物、エウル・ポン家の出身である、紀元前244年に即位。スパルタは、本来、二つの王家と、長老会が政権を運営していたが、当時は一部貴族の手によって政権が運営され、貴族層は社真に流れ、国民は貧窮にあえいでいた。 アギスは、初期のリュクルゴスの制度を目指し、債務免除を実施。しかし、土地の再分配が遅れたので、市民の反感を招く。紀元前241年、レオーニダス2世のクーデターによって処刑される。アギスの友人、リュサンドロス、マンドロクレーダス、おじ、アゲシラオスが、この運動に賛成した。しかし、アゲシラオスが賛成した理由は、債務から逃れるためだった。アギス、 アゲシラオスは母アゲシストラタの財政支援を頼み説得した。アギス財産にかけてはエジプトやシリアの知事や出事程度の連中でも私たちより多く持っています。しかし私が資料と出実さを持って彼らの写真を凌画したなら偉大なる王という呼び名は我が物となりましょうレオニダスはもともと浮遊者の味方だった。そしてアギスを独裁性を狙って 貧民の機源取りに努めていると誹謗した。アギスはデュサンドロスを監督官に就任させ、法案を長老会に提案した。その内容、債務者は債務から解放される。スパルタ内部の土地は4500、郊外の土地は1万5000に分割され、再分配される。スパルタ市民定数4500が欠けた時は、ペリオイコイから強権で、教養あるものを補充する。食事は、 古来の200人ごとの共同食事を再現する長老会では意見がまとまらなかった。仲間たちは市民集会を開いてこの法案を進めパシパへの新託を思い出せとく説いた。最後にアギスが登場し自分が財産を提供する。また母も祖母も同じことをすると約束した。民衆は300年の時を経てスパルタに真に王にふさわしい人物が登場したと。 喝采したレオニダスは、なんとか、これを妨げんと、あれこれ質問した。レオニダス、リュクルゴスを評価するのは良いが、彼は、債務の帳消しを認めただろうか。外国人に、市民権を与えただろうか、アギス、リュクルゴスは、お金の貸し借りは愚か、貨幣そのものを、国家から追放した。また、外国人よりも、国風に悪影響を及ぼすものを、剣をしたのだ。 だからこそ、ミレトス生まれの哲学者タレスは尊重された民衆は、すっかり、アギスについた。しかし、民会の前に、長老会に、再執権があり、浮遊者は長老らを口説いて、一票差でこれを、否決させてしまった。レオニダスは、異国で育てられた。また、異国の妻をめとっていた。デュサンドロスは、古い法律を持ち出して、レオニダス団外に出た。その法律、 ヘラクレスの子孫たるスパルタ市民は異国の女との間に子を設けるべからず。また、スパルタより異国に移住したる者は殺害すべしこの裁判をレオニダスは恐れアテネ神殿に逃げて庇護を願った。神殿から出ないまま有罪判決を受けて王位を無子のクレオンブロトス二世に譲った。アギスとクレオンブドロスは協力してことに当たった。 エフォロスの後任には、アゲシラオスが選ばれた。彼は、レオニダス暗殺を企てたが、アギスがこれを阻止して、テゲアまで無事に護送した。すべては、うまく運ぶかのように見えた。しかし、アゲシラオスがすべてをぶち壊した。アゲシラオスは強欲で、財産家であったが、莫大な借金を抱えてもいた。財産を手放すつもりはないが、借金は帳消しにしてもらいたかった。そこで、 アギスに提案した、債務免除と土地の再分配を同時に行うのは、激務である。債務免除を先に行えば、その恩恵に預かった地主は、容易に土地を手放すでしょう。アギスはこれを入れ、借用書を広場に集め、火をつけて燃やした。債権者は嘆いたが、アゲげラを吸われたりとばかりに笑った。民衆も、アギスも、土地の再分配を急ごうとしたが、その度に、 アゲシラオスが横槍を入れた。そんな時に赤い矢から援助要請があったので、アギスは国外遠征に出た。アギスは出征した。兵士らの多くは若く貧しい者だったが、債務を免除され、帰れば土地にもありつけると思ったので、希望に燃えた。ペロポネソスを通過すると、沿線住民は、この若い将軍に対して、兵士らが寄せる尊敬の念に驚嘆した。また、 アギスは、一兵卒より、立派な武具をつけず、それを誇りとしたので、それも、三端の的であった。アギスは、コリントスで、アラトスに交流したが、アイトリア農民は、収穫を終えて恩はしくなっていたので、アラトスの提案で引き上げた。留守中、アゲシラオスは、戦後を極めた。金のためならどんな不正をも行い、より多く課税するために無理に売るうずを挿入さえした。そして、 護衛兵に守られて登場していた。有力者は、テゲアからレオニダスを迎えて、王に福井させた。大衆もこれを見て、開催を叫んだ。土地の再分配がなかったので、自分たちは騙されたと思い込んだのだ。アゲシラオスは逃亡し、その息子、ヒッポメドンがこれを引き取った。アギスは、アテネ神殿に逃れ、クレオンブトロスは、ポセイドン神殿に逃れた。レオニダスは、向こうの方を追った。 レオニダスの娘キロニスは気丈な女で、父の不遇の時には父についたが、夫の危機に際してはその盾となった。両脇に子供たちを抱いて命乞いをする娘を前に、レオニダスはクレオンブトロス一家の亡命を許した。アギスは神殿から出ず、たまに水浴に出るだけであった。友人アンファレス、ダモカレス、アルケシラオスを伴うのが常。しかし、アンファレスは、 高価な衣服や酒記を、アギスの母、アゲシストラダから借り受けてもいた。そして、友好が、あだとなって、この富を横領しようと企てていた。そして、レオに出すと示し合わせて、水浴帰りのアギスを数人で押さえつけ、監獄に運んだ。長老たちも交え、獄者で裁判が行われた。アギスをかばう者が、あなたは、デュサンドロスとアゲシラオスに強制されたのでしょうと声をかけた。 アギス、自分は誰からも強制されない。リュクルゴスを警護して、これを行ったのだ長老たちは、死刑の氷決を行った。しかし、処刑部屋で、役人らは、アギスの体に手を触れようとはしなかった。そこで、ダモカレスは自らアギスに手を下した。それというのも、噂を聞きつけて、大勢の人がこの刑場に押し寄せてきたからだ。母アゲシストラタと、祖母、アルキダミアが駆けつけてきて、 アンファレスの足元に身を投げた。アンファレスは、息子さんは無事で、何な,なら、合わせてあげようと案内した。まず祖母を案内して、処刑した。その後、アゲシストラタを案内した。アゲシストラタが入ると、息子は足元に倒れ、高齢の母親は首をくくられてぶら下がっていた。彼女は、役人の手を借りながらも、二人の遺体を並べて、衣装を整えた。我が子よ、 お前の慎重さがお前の身を滅ぼしました。私もお供しましょうアンファレスは、同じ目に合わすぞと脅すと、せめて、このことがスパルタに幸をもたらすようにと、アゲシストラタは、自ら首に縄を巻いた。ありがとうございます。